ジェーン・コールデン。ジェーン・コールデンはアメリカ合衆国の植物学者である。エーサ・グレーラによってアメリカ最初の女性植物学者と評されている。ニューヨーク地域の植物に関する文章を残し、340の種のインクによる図を残した。ニューヨークに生まれた。父親はエディンバラ大学で教育を受けた医師で、ジェーンは父親から教育を受け、輪廻の分類法なども教えられた。 1753年から1758年の間にハドソン川渓谷などの300種の植物を分類した一覧を作った。インクを使った洋託の技術を開発し、巧みに植物画を描いた。多くの図版にその植物の薬効に関する言い伝えを付記した。この作品に関して1756年1月に、 ピーター・コリンソンからジョン・バートラムに知らされ、最初の女性植物学者として認識されていた。博物学サークルに参加し、アメリカ植民地やヨーロッパの植物学者と趣旨や植物交換を行った。父親を通じて、当時の指導的な植物学者と知り合い、その中にはリンネもいたが、コールデンが分類し、命名した植物の名前のほとんどは、種名として残ることはなかった。 1759年にドクター・ウィリアム・ファー・カリエと結婚するが、1766年の出産時に41歳で死亡した。結婚後の植物学分野の活動については知られていない。コールデンの残した記録は大英博物館に保存されており、その一部が1963年に複製が出版され、コールデンの業績は再評価された。コールデンは、 植物の学名で命名者を示す場合に、ジェーン・コールデンを示すのに使われる。ありがとうございます。